こんにちは、岩松正文です。慶長がよくわからなくなって迷子になっている人を助けている婚姻心理師です。今回のテーマは、古い慶長と新しい慶長ということで、まずお知らせです。私、岩松正文が開催している慶長の講座があります。この慶長の講座の中身を体験できる。 ズームでの体験会を毎月開催しています。概要欄にリンクがありますので、最新の日程はメルマガを登録していただいてご確認ください。それでは、今回のテーマ、古い傾聴と新しい傾聴ということで、傾聴を私たち学んでいますと、なんかいろいろ傾聴といえばっていうと思い浮かぶことありますよね。例えば、傾聴といえばあー、オウム返しのような繰り返しをすることだとかですね、あるいは傾聴といえば、 ととと需要と共感が大事だみたいな、ね、ことで、思思いいいつく方もいると思いますで今回は、あの一般の方にはちょっと分かりにくかったり興味ないかもしれないんですけども、まあ、私自身の一番の研究テーマといいますが経状をより深く知るというところで、ね、ちょっと経状を学んだ方に対してのお話になりますが、ご容赦ください。で、その私たちが知ってる経状っていうのは、まあ、経状という一つの塊で理解してるんですけども、実は大きく分かれると、3つの 段階に時代を追うごとに変わってきている部分があるんですね。で、そのことをちゃんと理解することによって、実は自分が今信じている傾聴っていうのは古い傾聴で、後に否定されているものをやっているかもしれないし、じゃあ最新の傾聴って何かっていうのを知ることによって、より洗練された本当の傾聴っていうのが使いやすくなったりするかもしれないので、その辺を今日はね、確認をしていきたいと思っております。でそれで、えー まずですね、形状の歴史というか流れということで言いますと、一番最初に、じゃあ形状で誰が始めたのっていうのは、これは慶長を学んだこと、ある方であればね、どなたでもご存知だと思うんですけども、アメリカの心理学者のカール・ロジャースという方が提唱した、まあ、いわゆる来談者中心療法というのが一番主となって、傾聴と呼ばれるようになったというふうに言われてるんですね。で、来談者中心療法っていうのはね、その聞き手のありようが大事だっていうようなことを言っていることなんですが、いや、そもそもじゃあ、 ロジャースはね、最初はどういうふうに言ってたのっていうことで言うと、実は1940年代っていうのは非支持ですね。支持しちゃダメだよっていうね、えー、いうことで余計なこと言っちゃダメだよみたいなね、感じのノンディレっていうふうによく言われますけども、その指示というのがロジャースが最初にブレイクしたきっかけになるわけです。で、このね、カウンセリングと心理療法っていう本が、えー、と発売をされまして、で、それが非常にも一世を風靡しまして、で、ロジャースは有名になっていくんですね。 それまでの理論というのは支持するのが当たり前だったものが、それはダメだということがね、逆にま受けたと言いますが、認められ始めたっていう面があります。えところがですね、ところが、うん、その支持というのは実はロジャースは、うん、その直後にね否定をするわけです。私はその何ていうんですかね、あの黙ってろとか繰り返しをオウム返しのようにしろとかね。 えー、ピンポン玉返すみたいに、鏡にポンポン返すみたいに言葉を返せなんて一言も言ってないと、そういうこと言いたいんじゃないんだけどって、何回も何回も言うんですけど、それがね、もうちゃんと通らないわけです。一回広まってしまった噂っていうのは、なかなか収束しないですよね。否定してれば否定するほど、なんか余計になんか誤解されちゃうみたいなところもあったりしてですね。でロジャースはそのひじじというのが広まってしまったことを非常にあのストレスに感じてたそうです。で後にその 傾聴ね、リスニングっていうふうに、まあ英語ではそのまま書かれてたみたいですけども、リスニングっていう言葉をロジャースが使うと、全部オウム返しだみたいに誤解をされてしまうので、その後ロジャースはリスニングっていう言葉を使うのを非常にためらうというか嫌がったそうですね。もうそのことについては話さないというふうに、あの、非常にこう、ナイブになってたっていうことを言われてます。で、その後30年ぐらいにわたってその言葉を使わなかったっていうぐらいですから、よほどその誤解されたことが悔しかったんでしょうね。 うん、でも、もう今この現代、えー、2023年になった我々を考えてみても、なんか傾聴っていうのは非支持であって、うん、黙っていることとか、オウム返しをすることだって理解されてる気がしませんかそれって実はもう、えー、っと、67、80年前、6 80年前ですね。80年前にロジャースが言って、それは俺はそういうこと言いたいんじゃなかったんだって言ってることを実は信じて傾聴してたりするかもしれないんですよね。 だとしたらその形状って本当に良いんだろうかみたいな、こういう疑問が湧いてきたりあのするわけです。で、その後にロジャースは、そのやり方、指示というやり方ド、ドゥーイングですね、そっちじゃなくて、あり方、聞き手の方のあり方、これはビーイングですけども、こちらの方を自分はあの言いたいんだってことで、えー、1 9百0年 5 0年代に来ン者中心療法、あ、1963年ですかね、来ン者中心療法が発売された1963年ですけども、えー、1950年代から積み重ねてきた理論を1963年にまとめて、あのー、発表するんですね。だから聞き手の態度があ、クライアントさんの方に影響を与えるんだよっていうことで、えー、それをまとめるのが1957年ですね。1957年の パーソナリティ変化の必要十分条件という論文がありますけどもねこの、えー、パーソナリティ変化の必要十分条件の中の3条件っていうのが書かれていましてその3条件一致需要共感ってね、えー、うまくいくカウンセリングの中にはその3つの状態が存在をしてたという言い方をしてこれは全てのカウンセリングに精神分析だろうが認知行動療法だろうが全てに通ずるものがあるんだよっていうふうに有名な3条件があるわけです。 で、この、せっかくね、おむがえしを言いたいんじゃなくて、態度が大,大事なんだって言ったんですけども、ここもまた誤解をされて伝わるわけですね。一致と需要と共感って言ったときに、それは、良いカウンセリングには、そのをう,う状態が存在してたって言ってるだけなのに、なぜか知れないけど、それがどこかでこう、変わってってしまって、これは日本だけじゃなくて外国でもそうだったようですけれども、なんか日本に伝わってきたときは特に、需要を示してあげましょう。 共感を示してあげましょうって、また doing になっちゃってるっていうね、いうことなんですよ。うん、だから繰り返しをしてあげましょうが、自用してあげましょうと共感してあげましょうって、結局あげましょうに変わっちゃってるじゃないかっていう話で、それもローラザスが言いたかったことじゃないんだけども、まあ、そこもちょっと誤解をして伝わってますし、えー、ねえだから一致だけがみんなよくわからないと。一致だけはしてあげましょうって言えないもんだから、これなんだろうなって疑問を持つしてるんですけど、でもその感覚を持ってること自体がまず間違いなんですね。 一致はわかんないけど、需要と共感はわかりますって言ってること自体が実は間違いで、一致も需要も共感も良いカウンセリングにはそれが存在してたって言ってるだけですから、もともとドゥーイングじゃないわけですよね。だけどそれもなんか私たちが経営を学んでると、テキストの中に、あの、需要を示しましょう、共感を示しましょうってやっぱり書いてありますし、 私も本を、まあ、あの出させていただいた中には皆さんに分かりやすいようにということで、えー、わざわざとそういう表現を使って書いてあるところもあるわけですから,からロジャースに言わせるとなんかそれも違うんだよなって多分思ってらっしゃるんでしょうねでもそれが傾聴だと我々は信じてるところがあるわけですじゃあ結局ロジャースはあーその後どちらかっていうとあのエンカウンターというってグループのセッションの方に行ったもので えー、そのパーソナリティ変化の必要十分条件が、まあ、1957年ですからロジャースが55歳の時に発表されてそれが一つの、まあ、集大成のような、ねえー、形でこう発表されたもので,でその後ロジャースが個人との関わりについてどのようにしてたかっていうのはあんまりこう我々が書物で見たりすることはないんですよね。でこの1950年代、まあ、53年前後と言われてますが共同研究者のジェンドリングのフォーカーシングを提供した。 ジェンドリンですね。シカゴ大学で教え子だった24歳年下ですけども、このジェンドリンがフォーカシングを始めるっていうのは、これは別にロジャースと関係ないことじゃなくて、もともとジェンドリンは自分の、ね、哲学的な問いの中で、えー、疑問があったわけですよね。人はどういうプロセスを通じて回復していくのかっていう、そのいう問いを持ってたところに、ちょうどロジャースのカウンセリングセンターがあって、そこに足を運んだのがきっかけで、ジェンドリンは心理学の方に 心理学というか、その現場の方にですね、足を踏み入れていくことになったということですね。で、えっ、ー、と、その、ジェンドリンがだから出会った時のロレアスっていうのは、1950年代ですから、まさにこれ、ありようですね。ありようのところを一番強調してて、カウンセラーのあり方が、どういうふうにカウンセリングに影響して人を回復していくのかっていうのを、これをジェンドリンも研究をいっぱいしてたわけです。 だから言葉をどうしましょうというよりはね、ありようのところから入っていって、確かに効果があるよね、ロジャースすごいよね、こういうふうに思ってたんだと思うんですね。で、フォーカシング自体は、まあそれをね、突き詰めていく中で体系化されていくんですけど、そのロジャースは実はですね、1960年代から、まあ最後亡くなるぐらいまで、80年代までなんですけども、非常にジェントリーの影響を受けてるんですよね。教え子なんだけれども、 どちらかというとジェンドリンの提唱した体験過程の理論っていうのを一生懸命説明してたりするときもあるんですね。これ1974年にあの YouTube なんかにも動画がありますけどもジェンドリンはこのように表現してて私もその理論に、まあ、まあ賛成だというかねそのように受け止めてるってことを一生懸命説明しているビデオがあったりします。だからロジャースのその理論っていうのは体験過程理論の方に変わっていくわけです。 で、その1974年のビデオって何をしてるかっていうと、これ結構大事なビデオでして、一致、需要共感っていうその三条件があるんですが、その中の一つ、共感についての定義をガラッと変えますよっていう、そういう発表してるビデオなんですね。今までの共感は何だったかっていうと、良いカウンセリングの中には、共感という状態が存在してたと。ね、状態の存在というふうに言ってたんですね。 ところがですね、もうその考え方はやめますっていうふうに1974年にロジャースが言ってるわけです。じゃあどういうふうに言ってるかっていうと、共感っていうのは状態ではなくてプロセスだと。プロセスだから流れていくってことですね。じゃあ何をするプロセスなのかっていうと、これは対話をする中でですよ、聞き手、まあカウンセラーでいいですかね、カウンセラーがクライアントについて、そのクライアントが言わんとしている意味ですね。感じてる意味、言わんとしている意味ですね。 まさに表現うまくできてないかもしれないしで、うまくできてるのもあるかもしれないんだけども、クライアントが言わんとしてる意味を受け止めの確認をして、日本でこれ伝え返しっていうふうに訳されてますけども当時、伝え返しをして、それが相手にしっくりくるかどうかを確認を取ると。で、確認を取った結果としてね、ここがポイントだと思うんですけど、そのクライアントさんがね、いやーなんかちょっとそれ違う気がしますっていうのも OK で、 で、あ、確かにしっくりきますっていうのも OK で、そのプロセスを積み重ねていきながら、お互いにクライアントについての理解を二人で深めていくっていう。このやりとりのプロセスそのもののことを共感というふうに定義するっていうふうに言ったわけですね。だから今まではね、共感できてるできてないってこういう感じだったんだけども、そうじゃなくて共感っていうのはそもそも出来上がってるものじゃなくて、えー、聞き手の方の感じを 話しししのの方に確確認認を取取っってててくくくくりりりるかかどうか確認取りながら2人でで作り上げていくもの想像していくんですねだから発見するというよりは想像していくっていう方が多分近いと思うんですけどもそういうプロセスを共感というふうに呼ぶことにしますよってそれがまさに自分がやろうとしてた共感なんですよっていうふうにこういうふうに言ってるわけですそうなるとですね私たちがふ普段いろんなところで形状をまあ学んできた中でその えー、プロセスが共感なんだって習う機会ってどんぐらいあったかなって考えるとほぼないんですよね。やっぱりわかりやすいテキストには共感は示してあげましょうみたいに書いてありますでしょ。だけどそれをやってると実はいわゆる深まったり本当の気づきとか癒しにならないよっていう、ここをね、私たちはっぱり知っといた方がいいと思うんです。ロジャースもジェンドリンも聞いてあげたら癒されるんだよなんてことは言ってないってことですね。二人で関わりながら、だから黙っててもダメだっていうふうにジェンドリン言ってます。 黙ってて放置してるんじゃなくて、受け止めた感覚とか、えー、その人が使っている大事な言葉っていうのを一言二言返しながら必ず放置しちゃダメですよって。うん,うん,はんは、ははただ黙ってうなずき合いとしてちゃダメですよっていうふうに言ってますね。特にジェンドにはね。とていうことで、関わりながら作り上げていくものが、本当の共感であり、傾聴であるっていうね。 これが一番、まあ、最新といいますか、もうジェンドリーもロジャースもなくなってますので、の場の傾聴なわけです。それが今まで1940年代から積み上げてきた中、1980年代、40年以上積み上げてきた中の、今のところの傾聴の一つの、まあ、区切りになってるわけですね。だからそこのやっぱ新しいものを学んだ方が、ちゃんと使える気がしませんかね。だってバージョンアップされてきてるはずですからね。うん。だからそこら辺を、 1940年代の7時とか、来談者中心療法のことも知っててもいいと思うんですけど、だけどもそうじゃない部分をちゃんと知ることが、しっかりと日常生活で使える形状をしていくっていうことになるんじゃないかなと思うんですね。なので、その言葉を大事にするかとかね、その感じ方をどう取り扱うかっていう関係で言うと、ロジャースっていうのは最初やっぱりその聞き方、応答の仕方っていうところを書いたは書いたわけです。だから言葉からロジャースは入ってって、その後ありようですね。 えー、聞き手のありようが関係しているって、being から doing に変わって、で、その後、ジェンドリンに体験過程に影響をされてですね、えー、受け止めの確認をしていくっていうことの重要性を解くようになったんですね。感覚と感覚をチェック、ね、テストしながら進めていくというやり取りそのものが傾向であるっていうふうに書いたと。 でジェンドニンは、その1950年代のロジャースに出立って、そこからが始まりですから、そのロジャースのありようが影響しているというところの研究テーマを深めていく中で、これはやっぱりですね、ロジャースの技法そのものをちゃんとこう分解して体系立てていくと、受け止めの確認をしていくというやりとりをしているんだというところに、やっぱり落ち着くわけですね。うん、ですので、えー、っと、よいしょと。 ね、1940年代は言葉、1950年代はありよう、1960年代は感覚っていうことですね。で、感覚と言葉っていうふうに言うこともできるんですけど、ロジャースは最初言葉から入って感覚の方にね、態度が変わってたのかなと思うんですけど、ジェンドリンはその感覚を非常に重要視してて、あの、ある本ですね。この,この本があります。ジェンドリンのフォーカシングっていう本があるんですけど、そこにね、言葉の使い方についてこんなふうに書いてあるんですよね。 えー、あなたが理解したまま言い返し、まあ、これ繰り返しに聞,聞こえるかもしれないんですけど、ちょっと違ってですね、言い返しをしてやると、もっと相手の援助になるのです。それを私は絶対傾聴と呼びます。相手の人が表現しなかったトピックスを決して入れてはいけません。また、あなた自身の解釈を押し付けてはいけません。あなた自身の考え方をその中に混ぜ込んではいけません。っていうふうに書いてあるんですが、 ですがですね、これはだからそのまま繰り返しすることもありというふうに取ることができますね。感覚を表す表現であればで。だけども大事なのは自分が受け止めたことを自分の言葉で表現していいよって書いてある場所もあるんですよ。なので、ジェンドにはとにかく感じたことであればですよ。その話し手について感じたことであれば、その人が言わんとしている意味として感じたことであれば、それを自由に表現していいと。 言葉尻が同じだろうが違うかだろうが自由に表現していいよっていう。まずこれが入り口としてあるんですね。はい。で、えっ、ー、と、ですがですね。ですが、ジェンドリンはこうも言ってるんです。別の行で。しかし、ポイントになる重要なことについては、相手自身の言葉を必ず使ってください。つまり、いわゆる後半に出てくる気づきとか学び。内側に触れて触れて、その人の中から湧き上がってきた気づきや学び。それが、 象徴が言語化されたものっていうのは、もう宝物用のようなものであると。それを聞き手の方がね、私はこんな意味に聞こえましたって勝手に変えるなっていうふうに言ってるわけです。なので、自由に表現することを非常に大事にしたと言われるジェンドリンですが、言葉尻にも非常にね、大事な部分では厳しかったというふうに言われております。 うん、そういう意味では、まあ、ロジャースも言葉を、まあ、最初大事にして入りましたし、ジェンドリンはね、最後の大事な部分の言葉をっていう言い方をしてますけども、この感覚であることと言葉であることっていうのは、を大事にするってことは、これはワンセットだっていうふうに取ることが私はできると思うんですね。で、これが今私たちが一番最新バージョン、パーソンセンターと体験過程の最新バージョンの形状をやっていくときの 大きなヒントになるというか、道しるべになるというふうに思っておりまして、このね、感覚の確認、テスティング・アンダスタンディングズ、チェッキング・パーセ t ショ n s というふうに言われるものがありますけども、これは結局最後行き着くところは今のところ同じだろうなと。現在地、2020年現在ではね、まあ、ロジャースもジェントリーもなくなっておりますが、現在地は同じで、えー、2つポイントがあると。1つは、繰り返しましょうとかね、要約しましょうとか、そういうこう、自己アピールをするんじゃなくて、 常に受け止めた感覚を確認すると。あなたがおっしゃってる意味、あなたが感じてる意味を私はこのように受け取ったのですが、こういう感覚はしっくりくるでしょうかって。話して自身にとってのね、内容じゃないですよ。しっくり感の確認もしっかりしていくと。それで、それは当然、訂正されるわけですね。いや、ちょっと違って,って。訂正されてなんぼなところもありますね。 うん、だから、あ、そうじゃなかったんですね。その微細なズレを修正しながら、大きなズレも修正しながら、とにかく受け止めの確認をしながら進んでいく。これをしていかば、傾聴っていうのはちゃんと進んでいくんですよってことが一つ言えます。その時の受け止めの確認の時に、こちらがですね、聞き手が使う言葉っていうのは、話して自身が使った言葉でもいいし、こちらが感じたことでもいいということですね。そして、大事なことの2番目ですね。大事なポイントは、話しの言葉を必ず使うってことです。 つまり、これは私、とっても重要な意味があると思ってて、一番だけでいいよと、受け止めた感覚の確認をするだけでいいよっていうと、だいぶ自由度が増える感じがあります。なぜなら私たちは傾聴を始めて習った時に、例えば黙って、裏付いて聞かなきゃいけないっていうね、禁止をされたり、とにかく、オウム返しのように繰り返しましょうって、相手の言葉だけを使って繰り返しましょうって言われて育っていることが多いですから、 そういういのから比べると、言葉尻は関係ないけどもで相手に尋ねるですね受け止めた感覚の尋ねる形であればどのような言葉遣いでもいいですよって言われるわけですからそれはなんか少し楽な感じがするんですねその楽な感じっていうのは全然持ってていいと思うんですけど大事なのは大事なポイントは相手の言葉を必ず使うってことですね感覚を表すような非常に繊細な表現こういうのはしっかり受け止められなければいけないってことです ということはですね、別の言い方をすれば、日頃からそれは聞き取れていて、応答できる準備ができてなければできないんですよね、ってことを僕はここで強調したいんです。つまり、皆さんが傾聴を練習するときは、やはり気持ちとか感覚、話しての意味や価値、ニュアンスを表すような、え話し手自身が表現した言葉、これは当然のように繰り返しできる状態でなければいけないと。なので、 なのでってわけじゃないんですけど、私はなんか言葉がすごくその人の心を表しているなと昔から感じていて、ね、なんかわかりますわかりますとか言われても全然違うことを言われちゃうことがあって、全然わかってないじゃないかって思うこともあったもんですから、私自身は形長をお伝えしていくときには、やはりこの感覚を表す言葉の繰り返しですね。いわゆる、まあ、感覚のワードだけでも、そのいわゆるオウム返しというか繰り返し。これは私はすごく練習してもらうことにしてるんですね。 だって、そうじゃないと、それができないと、大事な場面だけ正確に返しましょうってできないですよね。まずは、感覚や気持ちを表す表現を全部繰り返しできる状態に自分を作っておくってことが、これもベースとしてとても大事なことで、それができない人が、大事な部分だけ返しましょうって言っても、トレーニングしてないので、僕はできないと思うんですね。実際見ててもできてないわけです。うん。だから、わかりますわかりますってね、あーとか言ってんだけども、帰ってきた言葉全然違うとか、言わんとしてる意味も違うとかね。 その感じ方のトレーニングという部分と言葉遣いのトレーニングってこれは両方ですね、両方やっていかないと、やっぱり傾聴にはならないっていうのは、これはなんかね、今の最新版のパーソンセンターとか体験過程の形状でも全然変わってないんじゃないかなというふうに思うわけです。ですから感覚のトレーニングは感覚のトレーニング、言葉のトレーニングは言葉のトレーニング、聞き取りと発話ですね。これはしっかりやっていくと、 えー、いいのかなというふうに思います。うん、なので、誤解してる傾聴とは何かって言ったら、オウム返しすれば何でもいいよとか、黙って聞けばいいよとか、なんか相手を喜ばしましょうとか、内容を要約して返しましょうとか、そういうの傾聴のスキルの中にないんですよね、今ね。なんかその辺をもしね、あの、それでも、なんかね、要約をしようが何しようがちゃんと聞けてる感じがありますって方は、それを使って、えー、されてったらいいんだろうと思うんですけども、なんかね、傾聴って堅苦しいなとか、 なんかこう、無機質に感じるなって方は、もしかしたら古い時代の傾聴だったり、あるいは誰かがそれを間違って解釈した傾聴を傾聴だと信じていて、自分の首を絞めてしまってるかもしれないということですね。ですから、ね、傾聴でスキルを学ぶのも大事なんですけども、なぜそのような形と言われているのかっていう、実際にね、最初に作った人たちの話っていうのを、本とか読んで、今いっぱい本とかありますからね、勉強していって、知った方が、自分で自分の首を絞めずに、 自由にね、本当に必要なことを形、OK、状としてやっていくことができるのかもしれないと思うわけですね。なので、ぜひ、ぜひ気持ちのワードの繰り返し、ね、これをできるように、もう練習するときはもう徹底的に練習すると。それができてるというね、自分で選択して、できるという状態にした上で、それを使うか使わないか選択していけるようになりましょうと。 できないから返し、繰り返ししませんってのは、これできないだけですね。スキル不足ですね。できるけど返せませんって状態にした上で、あとはその感覚の方のトレーニングもしながら、受け止めの確認をできるようにしていくと、非常にいい傾になっていくんじゃないかなと思いますし、私もね、ここ数年間、四五年間ですけども、その方向で自己検査もね、積んでおります。ですのでね、あの傾向がよくわからないなとか、これ本当にいいのかなって思った方は、もう一度ね、 先人の最初に形状を作った方々、ロジャースとかジェンドリンの本なんかも読んでみてもらって、ね、やっぱこう、レコンゲームになるとだんだん内容変わってきちゃいますのでね、ご自身の目で確認してみるっていうのがいいんじゃないかなというふうに思います。今回のお話は参考になったでしょうか。もし参考になりましたら、高評価とチャンネル登録をお願いします。それではまたお耳にかかりましょう。